こんにちは、辰野の八木翔唯です。今日は辰野市の室津漁港にやってきました。室津では近年、牡蠣の養殖にとても、力を入れております。向こうに見えるのが、牡蠣のいかだですね。牡蠣いかだです。今ここで、釣りをされている方が、たまたま、スズキを釣っておられますね。大きなスズキです。まあ牡蠣のいかだ、本当に、今から種付けを終えてですね、今から稚貝が大きく育っていくことになります。室津の牡蠣、ぜひよろしくお願いいたします。